東北支社の支社長やってないの時に、で、そっちが言うには、やっぱり死んだ人っていうのは、なんていうかな、大きな会社の社員は死んでないじゃあ会社が備えてるっていうのは、まあ、建物もそうでしょうし、建物も出たり痛む場合が多い、やっぱり頑丈な建物に入ってたりとかっていうのもあるんじゃないですか。ここまで来たら自分の名前見えた、うん、手より上のとこや、避難所ここつけてどうしても3夜の携帯ブラッチになるのに、¿Qué pasa?
分にクリスマスプレゼントだけどね。なかなか会うことできないな。食べたり出てけんの。食べたり出てけんの。Gracias.
寝るのは部屋があるわけ。いや、ないですよ。だから雑魚ね。雑魚ね、スタッフも。スタッフです、雑魚ね。今日お客さんと雑魚ね。お客さんと一緒に？うん、お客さんもその。あ、そうかそうか、添乗員やから。お金だったらちょっと広いな、みたいな。結構、ね、そんなとこなくて。安かったよ。俺おしらずなんてないことでねえから。4、5万じゃなかった。学生状態だから。どんな気持ちってんの？他に見えるものがいっぱいあるからよかった。言ってる意味が分からない。言ってる意味が分からない。楽
しいことはいっぱいしたいのなって思う。いや、言ってる意味がよくわかるけど、日本語で日本語って難しい。やっぱ頼もれば反省してたし、難しい。要は向こうに着いてからですか、骨の中ですか。いやいや、楽しかったの。いや、それは僕らは天井にですから、お客さんがエスコートするのが仕事ですから、楽しんでもらうね。こういうです。そうそうそう、お客さんを楽しませる。自分が一番楽しい。そうですね、まあ、それも大丈夫ですね。緑ですね。あんま見やんな。海外も。海外にあんのちゃう。韓国行ったやつ。低く言ってね、今。ここでもいい。神戸ね。アジアか。アジアのチャーター便とかがない。俺確実に下がってきてるから、あそこ松林あるとこはあれなんていうの、スマ海水浴場、スマあれ、スマスマありますね、ありますね。子供の時から、こんなに行ってますな。その後の遠足だけでも休暇してた。親に連れられて、子供を連れて。はいはいはい。あ、すまって。この辺の動きはあんまり見ちゃうね。こっちなんですね。神戸と明石の間ぐらいに出せば、まあそうです。海水浴場があってやけど、行ったことないけど、海水浴場は水族館50回見てる。泳ぐのが減ってる。海遊館なかったね。この辺まで来ると綺麗なんですか。いや、めっちゃ高かったですよ。ああ。自分の現在もう海遊館のそのまで泳ぐ。この辺から景色見てたら、ちょっと水の量増えたら、だって全部沈んでしまいますもんね。そうですね。うん。高台のとこで。そうそうそう。有名だな、みたいな景色。うん。だってほんまに、ここ水こうやって落ちたら、向こうポコッと沈んでしまう、違うかなって思う。うん。
道バタできてんの、うん、バッテリー全然 OK？ 大丈夫ですよ。今の中にぴったりみたいな。中さん、ゲーム理論は知ってる？ゲーム理論。それ知らん。ゲーム理論って、最近でから何なんだろう。そうですか。ゲーム理論ってゲームって全然関係ない。関係ないんですか？中さん、ここからここから、妻の海岸に行って、中さん、僕がここにアイスクリーム屋さんの屋台を出す。うん、で、僕ら二人がこの屋台を出すとしたら、最終的にはどこになるやろ。ここからここが例えば一軒、お客さんから取って僕らの家の店がどこにあるの一番場所というと250メートル、お客さんは誰も250メートル以上あるかんです。でも僕と中谷さんが店を出した場合どこに店を出すやろというのが一番落ち着くか。自分たちは、うん、僕は中井さんのところで来たいんですよ。僕は中井さんに手を差し伸べたい、中井さんは何本差し伸べたいと思います。どこに、どこに、なるほどな。真ん中に、そう、そうなっちゃう、うん、例えばね、議論の人も、うん、ゲームの、いろんな人が、ビッチの遺作を進める。
ください。はい。考えてみます。あ、ありがとうございます。